はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ルルシーです。本日はですね、パズドラのクリスマス限定ダンジョンの、聖夜祭超祝福でいいのかな、超祝福に挑戦したいと思います。テクニカルです。私めっちゃ苦手です、テクニカル。毎回変わるじゃんで、今回は犬屋舎でもホルスでもなくバステットちゃんで行ってみたいと思います。パーティーはウェルダンディにリュービー、そしてスタノーにバンドが来たら怖いなと思ったんで、一応光メタトロンでバステットで挟みます。ちょっとこれで行ってみたいと思います。この一番上の階級をいきなり挑戦するっていう、私に今まであんまなかったことなのでちょっと頑張ります。はい、では行きたいと思います。あ、やばい、手がね、ちょっと湿り気があってやばい、パズドラにあってはならない、やばい、よし、バトル2、よし、これで大丈夫かな。あ、ちょっとまだやばい、湿り気がやばい、全然、スーペンが欲しい。スーペン直にないか、ないな、なんだこれは、ペンドラだね、赤、光、ちょっち怖いな、ちょっとこれ絶対なんかドンってくるだな、これな。うーん、どうしようかな。とりあえず。ちょっとやばい、マジで滑りがやばい。ちょっとこれ。ちょっと。あー、大丈夫？よし、よかった。あー、めっちゃ調子悪い、やばい、頑張るよ。まあ、2ターンあるし、大丈夫だね、2ターンあるし。OK! 私、この手の湿り気どうにかしないとちょっと死ぬんだけど、多分これ。強敵来ました。これは2体攻撃使いましょう、怖いから。全体攻撃使います。怖いからね、これはね。これ絶対防御力突破できないよね、これね。光ないね。まあ、とりあえず。よし。足りるかな？あ、足りそう。ギリギリ足りそう。これで、あ、マジでこの手やめてほしいんだけど。これ死ぬんだけど、これ絶対事故る、これ。なんで今日にかけて、私いつも結構乾燥してるんですよ、手が。いつもね、結構ね。なんで今に限ってなんかこんな、手汗がマックスなんだが。11、ちょっとやばそうだな。まあ、全体攻撃になってるから、ただこの手どうにかしたいよ、本当に。事故りそう、マジで。頑張るぜ。事故らないように頑張るよ。あー、やばい、ちょっと待って。これでいい、もう。あ、よくない、水が、ちょっと待って。これやばいよ、大丈夫。危ないよ。回復しないとやばいな。この手の湿り気マジでやめてほしい。あ、またずれた。ちょっとやめて、ほんとやめて。もっとね、サラサラしてたら、ガンガンいけるんだけど、できないんだよね。なんか、無駄にハンディキャップ背負ってるような。ちょっとこれ、ちょっとやめてくんないかな、これ。ほんとつらい、ちょっと待って。あー、やばい、これ、ちょっと。もったいな、キドロップ。2ターンあるから、ちょっと、ここはちょっと回復して、つらいな、これ、ほんと。あ、キドロップ全然出なかったし、残念。しょうがないね。マジやめてほしい、これ。ほんと。うわ、やっちゃった。まあ、大丈夫だ。あー、ちょっとまだやばい。あー、勘弁して、ほんとこれ。
回復したかった。ちょっと待って、私自分がバステトってことをちょっと忘れてた今そう、自分がバステトってことを完璧忘れてる。ちょっとこれさ、なんかダウンってこなそうだね。ちょっとほっ、これでいいかな。木がないね。ちょっと次のダンジョン、ダンジョンじゃない、次の回でちょっと、はい、5回ですね。これやばそうだな。ジルダンディ使います。そしてそしてそして、うーん、待ちつらい、超つらいからねこれ。はい、来い。よし、これ来たっしょ。これはいった、これはいった。結構そこまで難しくないと思う今のところ。あ、待って、ちょ待って、あ、まだつらいな、まだつらい、ちょっとまだつらい。あもったいない、もったいないよ、もったいないよ、もったいないよ。つうかほんとこれつらいんだけど、まだね湿り気マックスだからもういらない情報だけど、はいはい、ボス来ましたよ。メリークリスマス、かわいい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 これヘラだよね、かわいいな。これなんだ、プレゼントが散らばってる。これ右の何、ガンプラ、ゾイドゾイドとか言ってもうごめん、変な反応した、ごめんどうしようかな。バケット使ってみよう。テル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 、あーやべ、まあ本当やめてほしい。あ、もうなんか、うわ、落ち込ん万歳、落ち込ん万歳落ち込ん万歳。これやばそうだね結構やばそうな感じになってきた。回復したい、ワンパン無理、ワンパン無理。まあとりあえず、あー、ついな、マジこれ嘘だと思うでしょこのパズル。嘘じゃない、本気だからね。今手が本当に不絶頂、不絶好調、不絶頂だねこれはどうだろう、11コンボ。あー、そうだね、火だからね、しょうがない。おい、来たぜ。そういう時にこうね、やっぱりね、バインド来ると思ったよ。はい、これはねこうするべきだね。そして、あ、いいや、これ、これはいいや、これで、これでいくぜ。怖いからスタノーも使います。ただこれでコンボを組めるかな、コンボ、コンボを組まなきゃいけないんだよ。こう、これでちょっとどうよこれ。あ、落ち込んないし、落ち込ん、よし、オッケー、落ちた、やった。ごめん、なんか変な手汗プレイになったよ手汗プレイだよこれ、ほんとひどいな。かわいい。神タイムの攻撃力3倍。おお、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。敵の HP が 30% 減少、ヒドロップ強化とスキルブースト。これ進化しないよねきっとね。なんか普通に3倍だから普段良さそう。あの、ちょっと回るとき、回るときに。かわいいし。いや、よかった。こんなグザグザで勝てると思ってなったけど。よかったよかった。はい、てなわけで今日はパズドラの、聖夜祭ですね。クリスマス限定ダンジョン聖夜祭の超祝福に挑戦しました。
で、コメントの方で以前、バステとパーティーが見たいっていう風なコメントがあったので、そちらも考慮して、今回はバステとパーティーで挑んでみました。まあ、今日は予想外のね、手汗がひどいプレイになってしまったんですけども、すごい。結構辛かった。で、まあね、その手汗がひどい中でも、こんなに倍率が出るっていう、その覚醒バステとの強さが、改めて証明されたかなって思います。うん、中身パーティーもテンプレパーティーって言われてる結構調べると出てくるんですけど、こちらのメンツで揃えてあげると結構強いです。ほんと強いです。で、いつも私差し込みなんですけども、いや今回バステと結構使って、いや悪くないと思いましたただ手汗がない時じゃないと辛いかな辛い。まあそういう時にスーペンがいいんだけどね。スーペンあったり、今ちょっとそばにいなかったので手汗で頑張ったんですけどね。手汗まみれの手で頑張りました。はい。ちょっとヘラ、最後に落ちたヘラが可愛いので、ちょっとドロップ 1.5 倍の時に回って、ちょっとスキル間にしようかな。とりあえず。うん。はい。ではね、今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。次の動画もよろしくお願いいたします。ラルルシュでした。じゃあまたね。バイバーイ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録しちゃう？では次の動画でお会いしましょう。またねー。